すみません。デーの2小節目からファーストください。ディビジー下弾いてる人。はい。はい。ディビジーの下を弾いてる人。はい。上が。はい。じゃあ、デーの2小節目からいきましょう。デーの2小節。ここから。そうですね。1番の D。ドラえもんの D。ドラえもん。よし、ワン、ツー、スリー、フォーで2小節目です。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。たーたーたーらーじゃない譜面。たーたーたーって書いてある？それ弓をちゃんと返してその発音はしましょう。タタタタタタ。ダウンか。多分いいファーストだけください。ワン、ツー、スリー、フォー。そこのね、3連符と書いてある、あの二重線の弾いてある3連符はもう少し実際早いですね。タン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 。このねです。6連符なんで。今タラララン、タラララーンって感じで弾いちゃってるんで、タラララン、タラララン、うん、タラララン、うん、そう、指板をしっかりこうパラパラ、パラパラ、パラパラと叩くね、うん、パラパラ、うん、そうですね。でもう一回いきましょう。もう一回ファーストの方だけ。4拍目のその裏の8音符の手ヌートついてるそのティーラーっていうところをもう少しこう発音しっかり出してもらえるといいなと思って、今ねどうしても、ね、同じ音なんだろうかなと思う。あとは音を普天四分音符の音をすごくこう長く保ってくださってるのでと思うんだけど、タータラーって聞こえる。タータータラー、その弓を返す、多分そのここのタタタタっていうところが足りないのかなと思います。モヤモヤと弾くんではなくて、ピアニッシモなんだけど、あ、ピアノとかピアニッシモなんだけど、もう少し自分の中でタタタラーと歌いましょう。もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー。Dの1小節間でピアノからピアニッシモ、デグレッシモね、セカンドの方、ただそこにスピード感がなくならないようにしてください。いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
終わりの四分音符も四分音符と後半の 1,2,3,4,5 小節感じます。アクセントからのテヌートの弾き方ね、それね、ただのアクセントは知りません。タン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 ではなくタン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 という弾き方です。いきましょう、ワン、ツー、スリー、フォI'm sorry.